少し内側に入れて少し上に上げます。バーテープはもうちょっと厚めのものにします。はい、YouTube 皆さんこんにちは。アニマルランドにようこそ。最近ね、ちょっと乗っていて痛みを感じるところが出てきました。そこはね、手首、こっちのね、手首なの。こうやって乗ってんだけど、どうもね、こう手首からここにかけて握れないっていうんですか、なんかね、うまく握れてないっていうかね、なんか握り心地が非常に良くない。で、気になるところとしては、ここまでの段差と、ここからのこの膨らみの部分とかね、ここがね、ちょっとここにこうグッと入るっていうの、これがね、すごく非常に不快な感じがするんで、であとね、こう手首がちょっとこういう向きに動いちゃってる。だからもう少しね、ここ上げたいかなーっていう感じがしてきました。でね、そういう調整をしていきたいなと思います。あとね、もう一つ、このバーテープがね、最近薄くてちょっと硬いかなっていう感じはちょっと受けてます。あの OGK カブトのバーテープなんですけど、あのね、かなり薄めのやつで結構いいんですよ。こうグローブつけてこうギュッと握った感じね、悪くないんですけどね、薄いためにこの STI レバーとの間が段差ができるんですよね。なんで、もうちょっと STI レバーの厚さに合わせたぐらいの厚さのものに変えようかなと思ってます。なのでね、作業的には何をするかというと、少しレバーを内に入れます。あの、こうやってやってて、もうこうではなくて、こう握りじゃなくて、少しこういう握りなんですね、きっと僕の癖が。なんで少し内側に入れて、でレバーを少し上に上げます。で、少しでいいと思うんですよ。で、バーテープはもうちょっと厚めのものにします。そんな感じの変更をしたいと思います。ではね、始めていきます。こうですね、この高さを合わせるときに気をつけなくちゃいけないのは、この下に立ってやると少し前になっちゃうんですよね。体が前に出てるんで。だから実際はサドルにちゃんと座った状態で直します。そうするとね、少しね、その時よりも上に上がると思います。うん、これがすごい違和感が全くないですね。今のこれ。で、内側の倒し込み感はこれぐらい倒す感じがいいかな。あ、これね、今この状態手首が全く痛くないです。うん、あの、今までのここに当たってた感じもすごくなくて滑らかですね。この感じいいですね。うん、少しこう開く感じにはなるんだけど、これいいですね。で、少し内向けようかな、こうやって。うん、これいいかもな。この感じいいな。膨らみを一番感じない。これいいですね。これでいきましょう。今ね、角度を少し上に上げて、で、これをちょっと内に倒してます。すごいね、もうさっきとは全く感じが違います。さっきまではこの手首がこういう風にねじれてる感じがあったんですけど、こう僕の出す時にこう出すよりはこうちょっと内に入るっていうんですかの状態に近い状態、ここにピッと収まります。なんで、あの、とても握りやすいですね。どちらかというとこうよりはこう握る感じの方がいいのかな。こう握るんだよね。だから、うん、非常にいい感じです、僕にとっては。うん、すごい握りやすい。今までこうだったもんな。だいぶいいですね。グッと握れる感じがします。はい、じゃあこれで調整していきます。
次にですね、今回取り付けるバーテープはこれです、ウエストバイキングっていうやつですね。はい、箱はちょっと潰れてますね。こんな感じで送られてきたやつです。はい、これもね、安いやつですよ。中華ですね。じゃあ行っちゃいましょうかね。あ、真ん中にね、両面テープがくっついてるタイプみたいですね。あ、で、中に入ってた最後につけるね、テープです。じゃあつけちゃいましょう。いいっすね。この厚さもいいです、うん、いい感じです。これぐらい厚くないと。ただね、ちょっと派手かなって感じだね。合うかなこれ。派手さがちょっと合うような、合わないような。まあちょっとしたら慣れるかな。バーテープってね、意外とここだけはね、カラーリングが違ったりね、ここだけはなんか違う派手さを持ってたりっていうのありますよね。いいわこれ、派手。ちょっと最初派手すぎてビビった感じはあるけど。はい、できました。いい感じですよ。これでね、手の違和感はだいぶなくなったんで、うん、いや、これいいですね。ほとんど、うん、もう先ほどまでの痛い感がなくなったんでいいですね。うん、この握った感じもいいです。この派手さはすごいですけどね。まあすぐ慣れると思います。あんまりね、薄くなっても重さ変わらないんで、材質なんだよね。ゴムっぽい材質とかそういったやつって重たいんだよね。薄くなっても重たかったりします。で、こうスポンジっぽいやつって軽いんで、あ、分厚くても軽い、うん、同じ、どっちも同じ重さだったりとかするんですよね。不思議ですね。はい、完成ですね。なかなかちょっと派手で目が慣れないですけど、まあけどすぐ慣れるんだろうな、こういうのね。はい、ではですね、今回の動画これで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。